はい、ここまでの進捗をね、一度確認しましょうかね。さっきリアウィングの方を、作りました。翼端板につけてます。サイドポンツーン、ここまで出来上がってます。タイヤがこんな感じですかね。はい、あとノーズのとこね、ここの先端だけ今貼り付けた状態です。あとシャーシ、あと、サスペンションアーム、フロントウィングのパーツ、ヘルメットと、あとタイヤ、今こんな感じです。はい、引き続きね、組み立てを進めていきたいと思います。とりあえずじゃ あどこ行きましょうね。だいたいちょっと時間を置きましたので、乾いております。じゃあリアウィングのね、組み立てをねちょっと進めましょうかね。片側が今もう接着が乾いている状態ですので、あともう片方のリアウィングを接着すると出来上がりという段階まで来てます。はい、ちょっとここのタッチアップが甘いですかね。どうですかね。ちょっとここのタッチアップしましょうかね。はい、気になるところがあるんでタッチアップして、います。なるべくね、しない方がいいのかもしれないですけど、気になるとどうしてもしたくなっちゃいますよね。まあ後で目立たないとこだったらさほどね気にしなくてもいいんですけど、この辺は目立つかな。はい、ちょっとタッチアップをさせてもらいました。はい、じゃあここに、逆が翼端板を接着していきます。はい、これはね、翼端板側にちょっと接着剤をつけておいて、それに合わせていくような感じにしましょうかね。はい、これはね一気に順次にもうやっていくしかないんで、そうは言っても下側からやっていきますかね。はい、下側をつけて順次、ガイドに合わせて貼り付けてきます。はい、一つ一つね位置を合わせて貼り付けていきましょう。はい、あとはね表側が目立ちますので、表側からバランスを見ながら、貼り付け位置を調整していきます。はい、こんな感じでいいですかね。なかなかねこれ難しいんですよね。はい、はい、でちょっとね、補強の意味でもう少しボンドをくっつけておきましょうかね。このヘラを利用してね
ちょっとこのヘラーニの先につけて、ちょっとくっつけておきましょう。はい、いいですかね、こんな感じでね。はい、で一応ね最後歪みがないかこういう方向で確認していきます。まあ、この辺ね直角が出てるかこういう、まあ、マットに格子がある場合はこのように、線に合わせて水平垂直を調整しましょう。はい、一応こんな形にね組み上がってるはずです。はい、こうですね、よろしいでしょうか。はい、それじゃあねリアウィング組み付けるときまで、置いときましょう。完成パーツってことでね。はい、引き続いてね、リアタイヤだいたいこんな感じで、乾燥が終わってますので、組み立てて仕上げてしまいましょうかね。はい、一応このトレッド面の貼り合わせが下になってますのでそこを合わせて、後ろ側ね矢印に対して、これもやっぱり矢印に対して後ろ側に、合わせ目が来るようにしましょう。はい、こうですね、上に P でリの文字が来て、下に P0 が来て、矢印に対して反対がこちら側に合わせ目が来るようにします。これもね、さっきと同じように、のりしろをちょっと立てときます。45度ぐらいに立てときます。これは裏打ちボンドできない側ですのでちょっと多めにボンドを塗ります。はい、後ろのこっちの文字とバランスを取りながら位置決めします。はい、トレッド面を押しながらね、このソールの部分の出っ張りへっこみをですね調整します。出っ張ってるとこちょっと押して足りないとこはその逆側っていうんですかね、別のとこを押して、押すとへこんでるとこに出てきますので、ね、で調整をしましょう。はい、でこれこういうふうにね押すといいかもしれないですよ。うまくくっつくかな。はい、でこれで乾燥させましょう。はい、もう一個ですね。意外にもね、タイヤがね、早い段階で出来上がってしまいますね。他のものの乾燥をね、丁寧に待ちながらやると、タイヤの工程もそんなに苦にならずに、進めることができて、なおかつ、早めに割とタイヤが完成しているという状態になりますね。はい。ちょっとボンドが飛び出たんで、取っては拭いてと。いうことを繰り返します。はい。なるべくね、上の方を揃えましょうね。
タイヤの上面を揃えるようにしましょう。はい、だいたいいいですね。はい、これで、あまりもう位置が決まったら触らずに、ある程度押さえたらもう乾燥させましょう。これでタイヤ4つ完成です。続きましてね、じゃあノーズの方ね進めていきます。今こういう状態です。ここのインダクションのインテークの先っぽの部分だけ、裏内ボンドも含めて、完全に接着が完了している状態です。でここのところねちょっと、段違いになってますので、段違いのところを表現しつつ、その両側をね、このくびれたところあたりまで接着していきたいと思います。この糊代のあるところですね、糊代まで、接着していきたいと思います。じゃあ例によってね、接着される側にボンドを塗り回していきます。ある程度ね、これはもう温度がね固まるまで辛抱ですね。ちょっと位置を決めて保持しておきましょう。はい、でね、この E マークもね、ここの時点で折り返してしまいましょうかね。絡めて、E マークも外側に折り返しながらの糊代みたいな形でね処理をしていきます。はい、このサイドののり代のところまで一回つけていきます。ここをねちょっと大変ですけど、位置を決めてなるべくボンドが乾くまで保持してましょう。前の方ねちょっとずれてるかもしれませんが、ここが完全に接着終わるまでちょっと前の方は力かけるのやめておきましょう。位置がだいたい決まってきましたので、裏打ちボンドをして乾かします。ここね、裏打ちボンドがだいたい固まってから、次の工程で前の方を調整しながら接着していきます。ここまでを確実に固めておきましょう。こんな感じです。今このショルダーのあたりまで接着が終わっております。はい、これで、乾燥させます。じゃあここでね一度止めます。